どうも、Bレジェンド、ソビナです。 Bレジェンド、カギタニです。どうも、Bレジェンド、上野です。そういうモノマネが必要なやつなんか好きなんですよね。Bレジェンド、カギタニです。あれ違う？ジョンボ、ジョンボ、もう一回言って。Bレジェンド、ソビナです。そんなんじゃねえ、ないよ。ソメダです。そんな感じなんですか、僕。まあ、そんなことはまあどうでもいいんですけど、じゃあ本題いきましょう。全く持ってない本題ね、はい、今回ちょっと、3人で、何の話しようって言ったんだっけ。今日ちょっとあのチートデイの話をしたいなと、チートデイ、チートデイなのにチートデイ T シャツではないのね。してこれよかったですね、はい、チートデイそもそも皆さん知ってますかってとこと、おう、そうだね、やっぱり私結構チートデイもう楽しみに、おみんな大好き、生きがいにみんな大好きチートデイ、はい、してるような感じなので、なるほど、ちょっとそこのこうチートデイに対する、うん、情熱だったり愛だったりどういうこと、はい、なんかだいぶ適当に言ってるよね。いやでもこれは大事ですチートデイ愛なんてありますよ。あるありますよ。なかなか厳格なスクリプトなボディービルダーですね。もうそれはもう素晴らしい、はい、上野さんのお昼の食事を見てたらそう楽しみなんじゃないかなと思いますけど。ああ、確かに、はい、いや結構ストイックな、はい、いい食事してるもんね。いや本当そうですよ。あれだ、餌だもんね。そうですね、もう俗に言うね、もうビルダーの、はい、褒め言葉ですよね。そうですね、食事は餌です。そうです、なんていうかな、栄養補給ですね、よく言ったね、はい、はい、もうそれはもう、でもやっぱりこう筋肉が筋線一本一本が喜んでる感じが毎食毎食そんなんだっけ、いつも、はい、あ、そう、ちょっとこういう感じで言ってんの、はい、YouTube ではこういう感じでいこうかなそう思ってるんですね。 OKOK、はい、いいよいいよ、行こう行こう。で、ね、いいですか、チートでそもそもお二人しますかってとこから聞きたい。あ、じゃあそうそう、チートでとは何ぞやって話がいるんだ。あ、そうですね、チートで最初に、はい、そばだ君、チートでは何ですか。チートデーとは、うん、たまにこうすごいカロリーを摂取することによって、うん、体にこう栄養が入ってくるんだよっていうのを教えてあげて、うん、こう体をごまかす、うん、だから減量とかしてて、うん、こう停滞してる時に入ってくるんだよっていうのを入れることによって、うん、体をごまかすっていうテクニックですかね、うん、はい、それで減量を促進する、促進するっていう、そうですね、改めてね、はい、うん、そうそう、まあその代謝、下がった代謝を一時的にまたこうポンと栄養を入れることによって上げるという意義もありますし、あとはもうメンタルケアっていう意味でもあの使われてるテクニックなのかなと思います。あとあの減量で便秘になった時に食べると出るっていうのもあるよね。まあそうですね、それもあるよね。こう押し出す押し出すっていうか、あのカーブを入れてこう結構お腹通り良くなったりすることもあるね。そうですね、ありますね。まあ、というわけで、まあ、どういう意義感を含めてお二人はチートデイは、うん、まあ、入れてらっしゃるかそうでないかっていうのは聞いてもいいですか。はい、まずじゃあ染田さんどうぞ。そうですね、まあ、僕自身その上野さんぐらい日々その食事にこだわってるわけではないんですけど、うん、まあ、だから週末は結構あのラーメンとか食べに行くんで。あ、ラーメン、はい、毎週末って言ってもいいぐらい。いいっすね、はい、チートデイでラーメン、いいっすね。なんかそのそういう話とかしたかったんですよ。あ、本当ですか。で、それは染田さん的にはどっちなんですか。代謝をちょっと上げたいなと思ってるのか、はい、もうメンタルケアというか。いや、僕はもうメンタルケアですね。あ、完全に。ていうか、そんなにあれ、なんか食いたい食いたいってなってんの。いや、週末に。ただラーメンはなんか週末に食べたいってなりますね、僕は週末じゃ、じゃあ週末以外は別に食べたくないですか。あんまり、そうですね、1週間頑張って土日にご褒美みたいなイメージで僕は届けてるんですけど。なるほど、はい。で、鍵谷さんは俺減量してないしね、そもそも。ああ、そうですよね、減量してないけど。でもやっぱ減量してる時も何度かあるけど、減量してる時はあのね、もうね、ご褒美っていうのはあのお菓子好きなんですよ。お菓子の話だ。スナック菓子そうそう、 お菓子愛は僕高いよ。そうなんですよね、スナック菓子愛は結構高いよ、ね、ここのやっぱり熱量は毎回すごい目を見張るものがあるすごい結構ね、あのスナック菓子に限らずあのおかきとかね、おせんべいとかねでもいいし、かりんとうでもいいんだけど、うん、まあそれ言い出すとちょっと話が長くなるんですけど、そのね、お菓子とかそういうの食べたいっていうのはあるんですけど、だけどどっちかっていうとチートっていうよりも、なんだろうな、どっちかっていうと僕さっきね、あえてその便秘解消になりますよねって言ったのもそうなんですけど、どっちかっていうとそっちの方が大きいかもしれない。うん、食物繊維とかあのお米とか
お米とかもおにぎりとかでちょっとぐらいじゃあんまり効果なくて、結構がっつり丼物とかをしっかり食べると結構排便良くなりますよね。だからどっちかっていうとその減量期で言うと便秘になりやすいので、普段はないんですけど、やっぱり減量すると便秘になりやすくなるので水分量取ってるんですけど、そういう時にちょっとチート的に入れるかな、丼物とか牛丼とか、ああ結構そういう感じ、ご飯を入れる感じかな。牛丼はあれですか、減量食ではないですか、レギュラーじゃなくて。そこはまた難しいところなんですけど、でも僕ね、減量ってほんと2度3度しかしたことないけど、減量するときは結構ねちゃんとするんですよ。あ、なるほど。本当に昼はまあだからね、カーボも結構ねローカーボローファットなんですよ。でカーボも入れないので、カーボもするときとかだったら1日30とか。ああ、そうですか。かなり切り詰めて、結構詰めてすごいですね、やってましたよ。それはあれですよね、俗に言うちょっとケトン体出してみたいな。あ、そうですそうです、ケトジェニック。そういうのもやっぱりね、僕らやっぱりこう仕事柄そういうことも指導したり伝えたりすることが多いじゃないですか。だからそれを知らないってわけにいかないので、まあ、要はそのケトジェニックなダイエットをやってみて、実際ケトン紙も買って、おしっこをつけて、あ、出てるな出てないなとかっていうところまでやってます。そうですか。そこまでやってました。なるほどね。ああ、そういう中でっていうと面白いですね。じゃあ私の話になると、そうですね、どっちも振らなくて、そうすいません、いいです、振らないと全然構いません。もう愛が強すぎるから自分からにじみ出ちゃう、そうですね、ちょっとお待ちきれなかったんですけどまあ、その減量を私ちょうど今してます、でしてる中でのプランの話からしますと、私は実はあんまりカーボの制限はそこまではきつくしてないんですね、結構食べてるカーボ。あ、そうだよね、結構カーボ取ってるよね。そうなんですよ、でカーボ取って、まあ、ある程度そのトレーニングの強度が落ちないようにっていうところを今重きを置いて減量してるんですね。なるほど。なのでそういう理論で言うと、実はチートではいらない、代謝の兼ね合いで言うといらない、そこで言うとね、そうですね、というふうには言われるんですが、まあそれでもうあえてチートデーをという日を設けてるのはもう完璧、もうメンタルケアですね。もう全振りそっちにしちゃってます。食べたい、もう食べたい、なるほど、食べたいし飲みたいしっていうところで。飲むっていうのは酒ってこと？もうお酒飲みます。はい、やっぱ酒好きなのね。そうですね、酒飲まないしね。あ、そうですね、酒は飲まないですね、僕も。あ、そう、飲まないです。いやー、いいですね。飲むだって。いやー、よく見ますね、飲んでるとこ。あ、よく見ます。どこで見てますそれはいいです。私の、ちょっと待って、私のテリトリーにもしかして来てます会社でしか見てないはずだけど。そう、よく飲んでるとこ見せてない。これ、言っちゃっていいんすかね。トイレ、トイレ、どこで飲んでるんですか。金曜日の帰り際に、なんか酒を持って帰るウェルさんを見てるんで。今日はそうね。コンビニから。あ、しめしめっつってね。そう。え、どういうこと、どういうこと。会社にあるやつを。会社にあるやつね、はい、とか、そう、なんかいただいた、いただき物を社員に配給いただいたやつとか。で、かけていいですか、私の今チートデーの話なわけです。すいません、すいません。お酒も飲みますし食べる、もうメンタルケアです。でもうその時は、割と何て言うのかな、特にもう選ばず、好きなものを、まあお酒を飲みながら食べる、割と揚げ物も食べるし、あともうなんか菓子パンとかですかね、カレーパンとかでビール飲むと美味しいんですよね。ほう、美味しい。カレーパンのビール、はい、っていうのがあって、結構でも、まあ、週に 1,2 回本当はまあ入れなくてもいいけど、結構もう半ば事故のような形で、あ、今日はたまらないっつって自分から当たりに行ってる事故。まあそうです。でまあちょっと自己嫌悪もある中なんですけど、まあチートデーってことにしとこうみたいな弱い心でやってます。でサムダさんがおっしゃってた通り、今日ラーメンとかも私結構そういう時は行きますし、それこそその大阪住んでるんですけど、大阪の大盛りの店みたいな、その後に大盛りのラーメン食べて、もうでっかいオムライス食べてみたりとか、そういうことはしています。ただ気をつけてることは、トレーニングをその前に必ず悪あがきとして添えてますね、そこは。いや、それは食べて消費とかってんじゃなくて、やっぱりまず先に動いてからですね。動いてからね、動いて栄養枯渇した状態で、取り込みやすくした状態で栄養を取ると。そうですね、そこはなるべくそうしてますね。なるほど。やっぱり、まあそうすると美味しいんですよね。運動してから枯渇させてから、チートミールを食うと美味しいというところでやってます。
なんか一般の人だったらその先に食べて消費しようみたいな人もやっぱりいらっしゃると思うんですよ。うん、そうですね。まあ、それもまあ間違いではないと思うんですけど、そうですね。でもどっちかっていうとこうボディメイク的な観点でいくと、まあ、もちろんその最低限のカーブを先に入れとくとかっていうのはあるかもしれないけど、でももうチートで食べる前提だったらやっぱ運動してから入れるっていうのはいいかもしれないね。ですね。うん、そういうふうに添えてあげるとまあいいのかなっていうのは、ね、おっしゃる通りかなと思います。一個聞きたいですけど、あ、何でしょう。その食事で結構減量もやっぱ進んでいっている感じなんですか、やっぱり。進まないです。はい、進まないですか。ダメじゃん。はい、進まないです。イメージとしてはもう3歩進んで2歩下がる。はい。それが私の減量です。それを長期間続けるっていうことですか、ね。まあそうですね。一応1歩は進むんだ。そうですね。3歩進んで5歩下がることはない。そうなりだしてきたらやっぱり減量が進んでいってカロリーがかなり切り詰めてくるとそうなってしまう。週に 1,2 のチートだともうカロリーオーバーになっちゃうこともあるので、うん、その時はもういよいよチートもなしだなっていうことで、うん、もうそこはもうやめますけど、うん、一応進むようにはどうにか、うん、どうにか帳尻合わせてやってるというところです。まあちょっとこの動画を見てる中でもチートデーってぶっちゃけどうなのと思ってる人も多いと思うんですが、そうですね、その結構まあコンテスト出るにあたってそのチートデーが必要かどうかっていうところで、まあ必要だからちょっとチャレンジしてみてくださいっていうテクニックでは正直決してないと思います。この話を聞いて、あ、チートデーやっていいんだと言って食べて、それは自己責任ね。そう、コンテスト振るわなくても、それこそ事故だからね。我々ちょっと責任が取れないです。で、まあ正直そのメンタル的に全然いけるのであれば、今やんなくてもいいのかなと思います。うん、よほどの、まあ、でも落ちなければね、やっぱり代謝上げる意味でやるっていうのはまあ一つテクニックとしてね。そうですね。うん、それはまあ一つのこうまあカードというか、うん、で取っておくのはありなのかなと思うんですけど、感覚で言うと大抵の方でもいらないです。うん、そこまで切り詰めてってなかなか、ね、そう大変だと思う、ね、まあ、メンタルだね。そうですね、まあそういうコンテストとかじゃないけどもう楽しく筋トレをしてっていう場合であれば、うん、全然ありだと思います。やっぱたくさん動いてたくさん食べるのがやっぱり元気な証拠だと思いますし、でも本当そうだよね、うん、海外の研修とか行くときさ、向こうでステーキめっちゃ食うじゃん。あ、はいはい、でステーキめっちゃ食って普段よりももうたらふく食ってんのに帰ってきたらなんか 500g ぐらいしか増えてなかったりとか、その2日後3日後とかだったらなんか 3kg ぐらい痩せてたりするよね。なんかありますね。あれ何なんですかね。多分ね、一つはまず赤身肉と、まあ、食べたことで代謝上がってるのと、トレーニングを向こうでハードに長時間するからっていうのと、あともう一つ一番大きいのは有酸素だと思う。あ、街中歩くから、で歩く量がやっぱりこっちと比べて多いでしょ。そうですね。こっちはもうルーティンが決まってるから、なんかどこどこからジムまでとか、家からどこどこまでとか、うん、車降りてから会社までとか、そうちょっとの時間しか歩かないけど、うん、だけどああいうのってなんか蓋開けてみたらなんか4時間ぐらい歩いたりするでしょ。そうですね、1日、うん、やっぱりそういうのがあると思うね、うん。まあだからそこは今みたいな歩いてる理由があると思うので、海外行って食べて落ちたっていうのはそれはあ、ここでちょっとジャンクなもん食ってむしろ落ちたんだとは思わないよ。実はそういう裏があったりするので、うん、お気をつけください、ね、はい、というわけで、まあ、そろそろ締めましょうか。そうですね。なんかどういうふうに締めるかっていうと、まあ、私たちこういう感じで、まあ、楽しくそこは食事もトレーニングもするのは第一でしょうし、まあ、コンテストでよりっていうところは突き詰めるのであれば一旦向き合って考えてもいいのかなとは思います、うんうんうん、本当にそのチート必要ですかみたいなところは、まあ、私がもう今の話さんざっぱらしといて全然その説得力はないんですけど、まああまりそんなこう人から勧められてしゃなしにやるかではないと思う、まあ、そこはうまく付き合ってもらえればかなと思います。いう感じでよろしいでしょうかね。はい、じゃあそれではご締めてください。あ、はい、お願いします。そういたしましたらね、こちらの動画が良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あ、一個いいですか。はいはいはい、すいません、ちょっと今言いかけた、はいはいはい、こっちも言いかけたけど、ね、申し訳ない。私チートで何食べてますみたいな、そうそう、コメントください。あなたのチート何ですか、コメントください。もっと言うとこの店のこのメニューとかもそこまでそう、いい、ね、見たい、なんか食べログの URL とか載せてほしい。いけるかどうか分かんないけど、ね、そうそう、ちょっとぜひぜひ、いいね、それも、うん、まあちょっと私もいける範囲はちょっといい、ね、チートがまだ許されるタイミングであれば行ってみたいっていう、まあ、個人的しかもなんですか、 あなたの好きなスナック菓子も書いてます。あ、そうですね、ぜひぜひ、スナック菓子に限らずお菓子
和菓子もおかきもラーメンとかも聞いときます、ね、そうですね、ラーメン店もラーメンね行きたいですね。何系が好きかみたいなね。そうですね、ぜひぜひ。はい、あ、ごめんなさい、なんかじゃあそれも締めてもありましたね。はい、それではぜひチートで書いてくるよな。そんなこと言ったっけ、アムロ。言わないですそうですね、ちょっとドラゴンボールみたいに入ってましたねドラゴンボールの絶対見ろよなみたいな、でくれよなっていうのは悟空、そうそう引っ張られましたってことでぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、さよなら。なんだよこれ